エレーナ・ファビアノブナ・グネーシナは、ロシアの女性作曲家、ピアノ教師、作曲家、ミハイル・グネーシンの姉。1974年、ロストフなどに生まれ、官僚ラビ、ロシア帝国のポジションの一つ、クラウン・ラビの家に生まれた。父は、ファビアナ・オシポビッチ・グネーシン、母は、ベラ・イサエブナ・フレト・ゼンゲル・グネーシナである。母は、歌手で、スタニスワフ・モニューシコの学生であった。 音楽教育は、ロストフなどので受け始め、後に、モスクワへ移った。モスクワ音楽院ピアノ科で、ワシーリー・サフォーノフに指示し、1893年に、卒業を。この他に在学中に、彼女を教えた教師として、アントガー・アレンスキーとセルゲイ・タネーエフがいる。1895年2月に、姉のエフゲニアとマリアと共に、音楽学校を開き、これが後に、 グネーシン姉妹記念音楽学校とグネーシン音楽大学となる。彼女は学校の校長、芸術監督、教授として教育に携わった。1967年6月4日に亡くなり、墓はモスクワのノボジェビチ墓地にある。作品としてはピアノのための練習曲や子供向けのピアノ商品を残している。ありがとうございます。